え皆さん、こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープのお時間がやってまいりました。やっていく。おあ、ポン。つまっ,って待って。こうか。おい。おい。おい。<laughs> やっていく。えー、この G 藤木でやってたんだな。いはい。氷の洞窟をやってたわけだ。まだ犠牲は、えー、巻物をピンチの時に読めないよっていうやつしか来てません。そのうち片手になってきます。 スキル見といてください。ファイティングとロングブレードを鍛えていた。うん。エボケーションスも7.1。かなりいいでしょう。うわ、お金ですね。金金金。金わ、ひどい。とりあえず、頼んだ。よし、こうやってね。 あのー、エンスラブメントは同等の敵に打ってやると非常にいいですよあの何、ー、て言うんですかねどっちが勝つにしたってギリギリ戦いになりますから、えー、どっちが勝とうともエンスラブメントした方された方どっちが勝とうとも HP ギリギリになってるはずですそれで漁夫の利を得るわけだなすげえ金だな金金金あそして見てくれリングエアーのリングだなこれ。 今回は近接戦闘職なんであまり使い道がないかもしれませんが、えー、非常にいいでしょうはい、OK あっという間の氷の洞窟でございましたさて、えーとこれ色々なものが出てるんだがどれから行こうかな、まあ、最初はポーションなんだけどなちょっとょ装備ちゃんと見とけよ装備ちゃんと見てみるか <laughs> えー、今はですね、えー、とスワンプドラゴンスカイウス結構いいですね装備してました それだったらとりあえずはいいかいやーちょっとチェーンメールとかこ状況を一変させる可能性があるからね鑑定しようガツン、えー、状況は一変しませんでしたじゃあ元の男女に戻っていくはいはいいいですね 前回、あの、一回断っちゃったんだよな、ルーのお願いを。えなんかお願いをね、断るとね、しばらくのターンね、あの、ルーのね、あの、希望、希望っいうか、ルーの、あの、チョイスはね、出てこないんですよね。さて、後ろにバカスケがいたな、バカスケオブザイヤーがいましたが、えー、デスヤックンがいますけれども、えー、この場合は、なんとか直線に、連れてくると。あれ、来てる来てるね。 え適当な場所で。えー、ここはワンドバシット。ここはもう奥目もなく使っていってくださいね。こんなものは使ってなんぼの都政でございます。あ、でここまでいったら大丈夫だわ。えー、大丈夫かよし、大丈夫だ。えー、ガンガン使ってください。これはもう何のためにここまで、えー、エボケーション数を上げてきたのか。このためです。信じて打っていく。えー、ここは一発アイスブラストぶち込んでやってから、ワンドバシット。おりゃ よし。いいでしょう。これでよろしいです。えー、ファイティング12、12、いいでしょう。えー、ロングブレード。まあ、上げていくか、もうちょい。えアーマードッチング上げていこう。あ、ちょっと、スローイング上げたいな。そう、それだったら、えー、育ってるドッチングじゃなくて、スローイングを上げていくと。この、石を投げて、なんとかしていくスタイル。 あぶねーなんとかなった、えー、危うく死ぬところだったあのバンパイアもクソ強いですからね、えー、シルバーブーメランあるわけがないな <laughs> ブーメランぶん回してって倒しましょう意外とあの強いですよ ルーの犠牲がそろそろまた来ると思うんだがえ次の回ちょっと覗いてみるうんあいいですねかなりルーの、あのー、防御が出てくれてますねおファンナーがいますなこう変化できないっけこいつ18番通しましょう 75%外すとはな。えー、そしたら、ポーション前とは、もう、臆面もなく飲んでください。これ大丈夫かこれ。上に上げます。こいつだけ上げて、倒しきる。いいでしょう。え、相当ーガがいたので、別の階段から降りましょう。強い種族だったらそうでもないんだが、今回のプレイは弱い種族でやってますので、えー、気をつけていくと。こういうところで出会って、 えー、ブーメランなどで牽制しつつと行きたいところだが全然うまくいかないのでこの階層は諦めるおとなしく獣の住みかに入っていくことにしようおりゃさあ獣の住みか入りました入りどうでしょうか何やらいきなりお墓があって演技が悪いまあいいんだけどねロングソードオブフレイミングヒドラ対策は完璧なわけです いらんなあ、いらんなこんなもんだな。アイスの洞窟はもう終わったから、えーと、リングを変えましょう。このリング、装備してみるか。おりゃ、リングオブスとエルス。いいでしょ。 ブーメラン使っていくとあっという間になくなっちゃうのでここは透析を用いていく非常にモンスターの数は少なくて戦いやすいダンジョンになっているようだ。 ブラックマンボさん、気をつけてください。強敵ですよ。おりゃ。え、グローブ出現していなかったので装備してアーマークラスを少しでも稼ぐ。え、そろそろルーが新しい犠牲を紹介してくれるような気がしているが、いかがだろうか。出ないか。OK ーー。じゃあ次の回に行きましょう。2回目 来ました行きます。あ来ましたよ。ハンド。<laughs> 2番目の項目にハンドありますね、えー。これを選ぶわけですが、他のも見ていきましょう、えー。1番目、アルカナです。魔法の領域を一生忘れます。例えば、エアーと、ここで提示されているのは、エアーとネクロミューテー、あ、じゃあ、ネクロマンシーとコンジュアレーションス。えー、ですから、えー、エアーだからなんだっけエアー魔術。 ととネクロマンスと妖術それを全部もう一生唱えられなくなると結構厳しいでしょねこれがあるからですこれ何個かのセットの中から選ばれるんですよね次がハンドこれが片手を失うですねで3つ目がステルスこれステルスが0になるとでステルスのリングとかでも上げられなくなるというやつですが今回はもちろんハンドを選びましょういきますハンド えー、ハンドを選ぶと、結構このハンドはやばいので、一気に二本進行値が上がります。やりましょう。ドーン。はい、一本手がなくなりました。失うことから全ては始まる。藤木、玄之介。新しい人生のスタートです。えー、とりあえずロン、あの、どっちがいいか、シみたてっか。で、もう、もう、両手武器は装備できないので、このグレートソードとはお別れです。 そしてご覧ください。リングも一つしか装備できなくなりました。今回はこのコールドと N が立つこれで非常に強いですので、こっちを装備していきましょう。こんなものいらん。さあ、こっからはもう、こっからが勝負です。こっからが本当の戦いです。さあ、無事にダンジョンを抜け出すことはできるのかできるできるのだ。あ、ちなみにこれでですね、あのー、こう、進行値が上がってきてますので、 えー、ルーのパワーも上がってますですからこう私にダメージを与えてきた敵はさまざまな状態異常を引き起こして不利になっていきますさっきはコロナが出たりとかあとは何だろうな混乱したりとかかもちろんさっきのは攻撃をためらうというさっきから出ているのも頻発するようになっていきますそういう状態異常を敵に引き起こしつつ敵を倒していくと今混乱して目が見えなくなってますね こんな感じで敵は簡単に死んでくれるようになるんだがもちろん常に出るわけではないので要注意ではあると過信は禁物しっかり自分で倒していくことが大事ドローアウトパワーというスキルも覚えましたこれは HP と MP 回復とか様々な状態異上の回復ができますピンチの時に使いましょう副作用があってある程度のトレイン生命力吸収が発生します ここからそのどんどんですね、えー、進行値が上がるにつれて、えー、この主人公を攻撃した敵モンスターの状態異常ですとかあるいは攻撃をためらうその頻度が上がっていきますそんな感じでルーは降りてくんだな、えー、またアーティファクト鎧が生成されましたどこかでやりましょうこんな感じで目が見えなくなっちゃったりとかね。こういう風になるわけ 敵モンスターは状態異常を起こすとマークされたがそんなにもう探索は済んでいるので問題はないと考えたい。 法的もかなりいい感じ。また、また鎧ですね。今回鎧のコレクターになってますけど、こいつは結構強いと大丈夫か。いやー、ちょっとよ、これは、あ、うん。ここはマイと飲んじゃいます。うわ、ん、 うまく敵を分断して階段プレイしていくと。お、ヒドラがいますね。ヒドラは、えー、ロングソードオブフレイミングで倒してあげましょう。首を落としていく。イエス。えー、シミタに持ち替えて 滝エルを確実にしとめていくよしいいでしょうウルフくん大群がやってきました。 <laughs> 意外となんとかなるっていうね。イエス。あ杖がたまってきたね、また。いいですね。これちゃんと基本1対1でこう戦うということをこう忠実に言ってください。おおおまた新しい犠牲が。 の準備ができたようです。行きまーす。ドンえー。うーん。厳しいですね。この3つは。また拒否ります。今回、これは。ああの一番上はレジスタンスで、コールドとファイヤーの耐性を永久に1個マイナス失います。冷気に弱くなっちゃいます。フォノーに弱くなっちゃいます。嫌ですね。えー、ドリンク。 これはですねピンチになると飲み物を飲めなくなります。さっきの巻物のドリンクバージョンですが、こっちの方がきついです。あのー、補助のドリンク、パワアップする、こう、力強くなったりする、こう、ドリンクは飲めないですし、あとは、もちろん回復のポーション系も飲めないと。ちょっとこれは無理とえ。エッセンス、これはですね、MR、マジックレジスタンスを2本ぐらいかな、永久に下げます。 でも、これはいいかもしんないな。マジック・ボルナビリティ。これ行ってみるか。魔法防御弱い。やってみっか。せっかくだから。これ行きじゃあ、せっかくだからな。せっかくだから魔法防御下げていきます。行きますよ。ほい。あ、これでだいぶ上がりますね。MR-1、1本下がるんだが、これで進行値5本になります。かなりいいですね。えー、この進行中進行を受け入れ、まあ、じゃあ、この犠牲を受け入れますかと。イエス。イエス。 ね、MR1 本下がってるけどいいでしょえー、ここでですねあのー、これでパワーリープというジャンプする技を覚えましたピョーンって飛んで,で衝撃波が回周りに行くとですからまあ積極的に集団に仕掛けるということもやってもいいでしょうしあるいは私はよく、あのー、今3マスピョンと一瞬にして飛べますのでこれはまあ距離は短いですけどもあのー、精密テレポートみたいなもんだなだから逃げる時に使うこともあります で何回も申し述べている通り敵が攻撃をためらう頻度あるいは敵に状態異常を引き起こす頻度高まってますあと信号値は1本なのであとは簡単なやつ1個なんか楽なやつでやれば全開になるポイント的には全開になるんじゃないかなとかって思っておりますがヒドラの首をカットオフよいしょとなんとかなりました あち,ょちょっと待ってね。えっとね、すまん。一旦ここで切ります、えー。申し訳ないが、一旦ここで切ります。またダンジョンに付き合ってもらおう。失礼します。